さあそれでは時刻は間もなく11時となります。お囃子の音が聞こえてきましたらどうぞ皆様拍手でお迎えください。しげちえんぶり組の皆さんによるえんぶりの舞の実演です。県南地方に春を告げる郷土の伝統芸能八戸演舞、ご覧いただきますのは長演舞でございます。しげち演舞組の皆さんです。前打線があり、後ろ打線があり、合わせて2線があり、ウォーターの大南口から上でもしゃり合い。よーおーおーおーがずうのなはやいう、うわいにはい、いよいまずのあよばてにひもじはいひよいよおてあんざるもおのおちょこりやおちょこりやせいろかあぐにゃはやすいろのおうまはいいよいむとにさではい、いよいはなあの子おあぎゃはやうまよばはい、いよいはなあのむ
発色センターご来店の皆様、今日はいいお天気に恵まれまして、たくさんのお客様にエンブリを見に来ていただいてありがとうございます。私たちは八戸新井田の茂市エンブリ組長エンブリでございます。エンブリには2つの方がございまして、歌や踊りのテンポが速い同祭エンブリと、歌や踊りがゆったりした昔の方の長エンブリがございます。昨日開幕した八戸エンブリでは36の組のうち、長エンブリはたった6組でございました。そのうちの一つの組である茂一はもう昔からの伝統ある組でございまして、今日は皆さんにその長エンブリを時間が許す限り見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、先ほどお見せしたのは刷り込みから入って刷り始めでした。この刷りとかするという言葉は踊るとか舞うという意味でございます。刷り始めは正月に松の木を飾って正月のお祝いをして、縄代に種をまいて馬に白かきをしてもらう、それを表現したものでございます。次は子供たちによる、よります松の舞という祝福芸になります。子供たちどうぞ。まあ下は3歳から上は5年生まで、本当は2歳の子もおりましたけども、ちょっとね所用がございまして来られませんでした。まあこれだけいろいろもありますけどもね、一生懸命皆さんのために踊ってくれると思いますんで、大きなご声援をよろしくお願いします。松の舞でございます。開いてホッとしました。そしたら喜んで踊りましたよね。いや最後までああ上がってるかと思って、もうヒヤヒヤしました。よかったよかった。はい、それでは次は太夫によります中のすりでございます。ちょっと太夫たちを紹介したいと思います。どうぞ。この烏帽子にボタンの造花がついた太夫がトークローという長エンブリの主役でございます。この人の踊りだけ特別難しいんですね。そしてこちらが中野太夫または中田優と言います。決してこの人たちの踊りが簡単なわけじゃございません。私に踊りと言っても無理でございます。そして
こちらが黒留めでございます。まあ最後の演目すり納めの時に素晴らしい演技をしてくれるはずです。お楽しみにお待ちください。すりでは中のすりご覧ください。なえんどおりがあわのほやいなあがのおせわはいいよいつよばくりやおおろおすてはいいよいなんよおにそおれやはやいとおらなやはいいよいそおんでは濡れるすとおらなやはいいよいかいんどりあんげでとおらなやあのなはやいさおのおめははいいよいごんなずめすたるかあさびらよいかみいとついもははやいずうむにいしょむはいいよいながわうんずうののはなはいいよいうのはなははやいさあきみいられはいいよいいのさあがりだはいありがとうございました。さっき言い忘れたんですがこの中のすりというのは田植えの様子を表現したものでございます。エボシたちがかぶっているあの田植えたちがかぶっているエボシは馬の頭の形を形取ったものでございますので人間の形をしていても彼らは馬なんですね。だからこうやってやるんですね。それが白かきの様子を表してますね。はい、それでは次の演目です。また子供たちによります鐘の鳴る木。はい、どうぞ。はい、手に持っているのはこれは銭太鼓といいましてこれを持ってですね、くる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 やるんですね。私なんかくるくるやればもう階段から突破に落ちるかもしれないので気をつけたいと思います。では鐘の鳴り木、こっちだ。はい、頑張ってくださいね。鐘の鳴る
上手に踊れた方だと思います。ありがとうございます。ところで今日皆さんお鍋食べました？美味しかったですか？羨ましい限りでございますね。私たちはこうやってね汗垂らしてるんですよ。お腹空きました。よかったです。次は皆さんお待ちかねの恵比寿前でございます。もう発色センターさんといえばね、美味しい魚介類がたくさんございますけども、今日はねその魚介類を本当は釣れればいいんですけども、何が釣れるでしょうか。演じてくれるのは中学2年生の男の子でございます。皆さん温かいご声援をよろしくお願いします。恵比寿前でございます。おエビスマイヤミサイナ、おエビスマイヤミサイナ、あどっこいどっこい、あどっこいさっさ、あどっこいどっこい、都在都在、都在都在とは表紙方々黙れのこと。よいしょ。1、2、恵比寿、2、2、大国、3、2、揃った福の神。よいしょ。お恵比寿さんのごっさんや西の宮井と渡らせたも。よいしょ。お恵比寿さんの船をはんや。よいしょ。千年ふたる千のきなり。よいしょ。万年へたる松のきなり。よーよー。いやはやこれはこれはふやふく十九年へたるくすのきなんちょうば船にはぎ。よーよ。船の表に春日明神をラストも。よーよ。友には船玉明神をラストも。よーよ。今この船をとそうだよろせ。よーよ。おえびすさんの釣り竿は新築、民築、官築の3本の釣り竿なり。よーよー。
この糸はくるりくるりと巻きつけて、よーよ、船の表にどっかと足をかけ、よーよ、沖の方を代々と見てやれば、よーよ、あちらこちらは千鳥の波、よーよ、おー大古代がドッグカップと跳ね回る、よーよ、その跳ねる姿を見てやれば、なんと言うてもエビスだ、おエビスのままで参りましょう、あおエビスマイヤーミサイナ、おエビスマイヤーミサイナ、あーどっこいどっこい、あーどっこいさっさ、あーどっこいどっこい、おエビス様ごらかな、大きな岩に腰掛けて、東京地の糸見てやれば、鯛か鈴木か大きなものがガブンと跳ね上がった、ここらがよかろ、縁場をつけていきましょう、あーどっこいさっさ、あーどっこいどっこい、心がよかろ、あーどっこいどっこい、あーどっこいさっさ、心がよかろ、あー心がよかろ、どっこい、あーどっこいさっさ、あーどっこいどっこいと、大きいものにはそういあり、大きいものにはそういない、あーどっこいどっこい、あーどっこいさっさと、東西とは表紙方々黙れのこと、よーよー、この釣り上げた大台は予想へはやらぬ、よーよー、俺の旦那様に納め置いたら何より喜びだ、おエビスマイトモハヤセアイ、おおエビスマイヤミサイナ、おエビスマイヤミサイナ、あーどっこいどっこい、あーどっこいさっさ、あーどっこいどっこい、よー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 よ
はい、ありがとうございました。皆さんの大きい ご声援のおかげで見事に鯛を釣り上げることができました。最近八戸ではあまりお魚取れませんけども、このエビスマイを見たら少しはお魚が取れるんじゃないかなと私は期待しております。それでは、まあ、皆さんと楽しい時間を過ごしてまいりましたけども、次は最後の演目すり納めでございます。このすり納めは稲刈りが終わって俵に米を入れて蔵に運び出すという様子を表現したものでございます。今年も皆さんにとって幸せな年になりますようにお祈りしています。それでは最後の演目すり納めでございます。これの旦那様早い今さがる、はい、いよいすれほうのくまさいくうらたねで、はい、いよいひょうほうのくうずよやいそうおろえで、はい、いよいうんてずへずとほやいつつめをおさめおいどこりゃんぶりすりのほやいとおくろのどのはいいよいんぶりすりだよみいないがはいいよいすつすりよおせだはやすすりよおせだはいいよいしょうごつのかがらよつすりよせだおおおやい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 おでございました。釣り始めから釣り納めまでたっぷりとご堪能いただきました。しげちエンブリ組の皆さんでした。どうぞ今一度大きな拍手をどうもありがとうございました。うちのエンブリどうでした、よかったですか。あーいやよかったです、喜んでもらって、また皆さんの前でお目にかかることを楽しみにしています。皆さんお元気で。
それではさようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。